こんにちは、メルルー様、涼香です。はい、この動画を撮っているのが2024年の11月なんですが、今まさに私たち界隈では新型 Mac の話題で持ちきりでございます。今日はそんな Mac のお話ではなくて、こちらですね、13インチ iPad Air のお話をしていこうと思います。はい、めちゃめちゃでかいですね。なんで今私の手元に13インチ iPad Air があるのかというと、買ったわけではなくて、今ね、私ニット製品をメーカーさんと開発中なわけですよ。半年ぐらい前にテスト販売をしていて、買ってくれた方本当にありがとうございますという感じで、この製品版がですね、こんな感じでとても可愛い仕上がりになっているんですが、まあまあそろそろ出せそうかなといったところで、このサイズ合わせのために大きい方の iPad もまあ仕入れたというか、このマジックキーボードと合わせて導入したという感じですね。まあ、せっかく手に入れたんであれば、しばらく使わせてもらおうかなというところで、13インチ iPad Air の使用感とか使ってみた感想をいろいろとお話ししようかなと思って動画を撮っております。まあ、がっつり性能比較の動画というよりかは、私が使ってみた感想というところをベースにお話しできればなと思っております。大きい iPad や気になっている方も多いかなと思いますので、よければ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。はい、というわけでこちらが13インチ iPad Air とマジックキーボードですね。なかなか画角からはみ出てしまうぐらいの大迫力大画面の iPad になってますが、まずは購入したモデルからお話ししていきますが、 M2 iPad Air 13インチの 256GB セルラーモデルで、色はスターライトですね。で、あとはマジックキーボードの白の US 配列ですね。 12.9 インチ用です。で、同時発売された iPad Pro ですね、 M4 の iPad Pro の場合はマジックキーボードが新しくなっていて、ちょっとね、仕様が変わったりしていて、あとはペンシルも新しいペンシルが出たりしましたよね。なんですが、 iPad Air に関してはペンシルは新しいものだけ対応になっているんですが、マジックキーボードは今までの 12.9 インチが使えるんですよね。まあ、このあたり結構ややこしくて迷っている方も多いんじゃないかなと思うんですが、私は今回どちらも中古で購入していて、こっちのマジックキーボードっていうのが、このパッケージを見ていくと初期型の白マジックキーボードなんですよね。なので対応表を見ていくと、 12.9 インチ iPad Pro の3、4、5世代用って書いてあるんですが、これね、問題なく新型の M2 iPadAir でも使うことができましたね。で、ちょっとね、 iPad 本体のお話と逸れてしまって申し訳ないんですが、中古でマジックキーボードを買おうと考えているんであれば、これね、黒をおすすめしたいですね。私今回白いマジックキーボードね、スターライトカラーと合うかなと思って初めて中古で購入したんですが、やっぱりね、汚れっていうのは目立ちますね。あの、前のオーナーさんの情熱がね、かなり残っているような感じになっているので、画面上だと結構綺麗に映っているかもしれないですが、ちょっとシミがあったりだとか、日焼けもね、割と目立ちやすいので、まあ、汚れ自体はね、黒でも白でも一緒だと思うんですけど、目立ちにくさの観点から中古で買うなら黒がいいかなと思いましたね。で、買った時はね、もっと汚れてたんですけど、100円ショップのセリアで買ってきたセスキソーダっていうやつと、あとはメラミンスポンジでこすってあげたらちょっとだけ綺麗になった気がしますね。昔平岡さんが動画で出してた気がしますが、マジックキーボード防水ではないのでね、自己責任でっていう感じではなるんですが、一応ね、ちょっとこすれて黒ずんでいるところとか、そういう部分は取れましたね。で、ペンシルはこれサードパーティー製のやつ、マグネットが合わないんですけど、アップルペンシルホルダーで無理やりつけてるって感じですね。ちなみにガラスフィルム、アンチグレア仕様のものも貼っています。これニマソのバリラクボックスってやつを貼ったんですけど、めちゃめちゃ貼りやすくて、13インチでこんなに苦労せずにフィルムが貼れたのは初めてでテンション上がりました。はい、そんな13インチ iPad Air なんですが、実際にね、使ってみるとめちゃめちゃ良かったんですよ。結構驚いたなっていう感じなんですが、何がそんなに良かったのかっていうと、まずは、まあ、13インチなのでね、画面がでかいっていうところですよね。で、大きいだけじゃなくて、このアスペクト比も重要だなと思っていて、1年くらい前かな、私 12.9 インチ iPad Pro の良さっていう動画を出していると思うんですが、そこでもお話ししてるんですけど、この iPad ってね、13インチと11インチで若干画面のアスペクト比が違うんですよ。こう見てもらうとね、13インチの方がちょっと正方形寄りっていうか、縦に長いじゃないですか。この違いっていうのが実際に使ってみると結構効いてくるんですよね。で、調べると13インチの方がだいたい4対3に近いぐらいの画面比率で、こっちがなんか何百何対何百何みたいな感じになってたんですが、おそらく3対2とかね、そのぐらいだと思うんですよ。なので11インチと13インチで2インチの差にはなるんですが、ただ単にこれが2インチ大きくなったわけではなくて、画面のこの大きさの方向性っていうのも違うんですね。で、このでかくて縦に長いっていうのが iPad を使う上で超重要で、やっぱりね、いいなと思いましたね。例えばですけど、こんな感じで、サファリと Google Chrome、 あんまりまあ、並べることってないと思いますけど、スプリットビューで並べてみる
みると明らかにこの縦の表示量っていうのが全然違うじゃないですか。これどちらも iPad の設定で、画面を広く表示する設定にしています。それでもこれだけの違いがあるわけですよ。左側の画面は特に分かりやすくて、同じ画面を表示しているにもかかわらず11インチは iPhone16 の絵って全然見えてないですよね。13インチの場合はもう iPhone16 もプロも両方見えていますっていう感じで、ブラウジングはもちろんなんですけど、私は動画編集を iPad で今ねメインでやっているんですが、この編集している素材を置いてある領域っていうのをだいたい同じぐらいのスペースにしてしまうと、プレビューの画面がねこんなに違うんですよ。 iPad ってもともとがこう縦に持って使うデザインでできていると思うんですよ。カメラもね iPhone みたいな位置にありますし、縦で使うことを主に想定して生まれたデバイスだと思うんですが、最近はねやっぱり PC ライクに横に使うことっていうのは増えてきましたよね。とはいえウェブサイトとかね、あとアプリなんかもやっぱり上から下に進んでいくものがほとんどじゃないですか、コンテンツとしては。そんなところでこの縦に長いアスペクト比っていうのがね、使っていく中でこれめちゃめちゃ使いやすいなって思うところですね。これねパッと見だとまあちょっとこっちの方が縦に長いかなぐらいだと思うんですけど、使ってみると全然違うんですよね。でここからは若干マニアックな使い方になってくるんですが、私が iPad で動画編集の次ぐらいによく使い方としては、ジャンプデスクトップっていうアプリで外出先から自宅の Mac にリモート接続するっていう、そういう用途で使うこともかなり多いんですが、これもまた驚きで、このジャンプデスクトップって iPad の画面解像度に合わせて Mac 側の表示領域を調節してくれる機能があるんですよ。むしろこれ Mac 本体の16対10のディスプレイより使いやすいんじゃないかっていう、この4対3の比率で表示させてくれるんですよね。11インチ iPad Pro でリモート操作するときはまあまあ小さい Mac として使えるかなっていう感じだったんですけど、13インチでリモート接続すると、なんなら自宅で Mac 本体を使っているときよりも広々使えるような印象が個人的にはありますね。私がもしかしたら4対3のディスプレイが好きなのかもしれないですね。で大きな画面でやっぱり役立つのが iPad の M1 以降から使えるステージマネージャーですよね。アプリを複数並べられるものですけど、これを使った場合にもねやっぱり表示領域の差っていうのは大きく出ていて、11インチだとねやっぱり手狭だなというか、結構ウィンドウを小さくしてあげないと2画面をこう並べて配置して使うようなやり方っていうのが、まあ、うまく使いこなせないというか、例えば2画面だけの場合であってもこう片方をスマホサイズの領域にしてあげると、もう一方ってかなり狭くなっちゃうんですよね。13インチの場合はこれですからね、ちょっとしたタブレットなんじゃないかってぐらいのサイズ感で2画面を楽しみながら、もう一方はスマホサイズでね、普通にアプリを使う分には問題ないかなっていう、そういうサイズ感で楽しむことができるので、ここの差も大きいですね。私もステージマネージャーよく使えますが、11インチ iPad Pro の場合は基本的には外部ディスプレイにつながないと、まあ、あんまり進化を発揮しないかなと。これ単体で持ち歩くときにはあんまり使わないかなっていう機能だったんですよね。ですけど13インチだったらこの本体画面でステージマネージャー全然使えるかなと、まあ、むしろ積極的に使っていきたいかなと思えるぐらいの違いがありますね。で例えばこのステージマネージャーでね、ジャンプデスクトップリモート操作のアプリを立ち上げて使ってあげると、この11インチ全画面でジャンプデスクトップを表示させた時のような、そんなサイズ感をステージマネージャーで表示つつ、さすがに全画面表示ってわけにはいかないですけど、ここにメモ帳をねちょっと出しておいたりだとか、たったの2インチではあるんですけど、これがそのまま2インチ大きくなったわけではないので、縦に広がることによっての利便性はねかなりでかいですよ、これは。はい、そんな感じの大きな13インチなんですが、私ね、M1iPad Pro、これの前に使っていた iPad Pro は 12.9 インチだったんですよ。で、この iPad Air ですね、13インチと歌ってはいるんですけど、実際には、iPad Air の方は 12.9 インチの画面サイズらしいんですよね。なので、画面サイズは同じですと。サイズもね、比較表で見たらほぼ同じでした。なんですけど、前に使っていた iPad Pro は全然持ち出す気になれなくて、ずっと家に据え置きしていたんですね。一方で、これはね、13インチと、あとはマジックキーボードも合わせて、まあ、今ねいろんなところに持ち歩いて使っていますと。それがなぜか、なんでこんなに定着しているのかというと、これね軽くなってるんですよ。iPad Pro は今回の M4 からめちゃめちゃ軽量化、 100g ぐらい軽量化されましたと歌われていたんですけど、 iPad Air の場合はね13インチが今回初めてじゃないですか。だから比較対象があんまりないというか、その前と比べてどうこうってなかなか言われにくい機種だったと思うんですよね。なんですけど、実際に比較表を見てみると、どうやら M1 世代の iPad Pro、 第5世代の iPad Pro 12.9 インチと比較して 60g ぐらい軽くなってるんですね。この大きさの 60g ってかなり大きくて、やっぱり大きな画面、大きなものってこう持った時に力がかかるわけじゃないですか、先端に。そこの 60g 差はね、相当大きいです。これ届いた時に触ってみて、あ、めちゃめちゃ軽いなと思いました。で、大きな画面だとやっぱりガラスフィルムも重くなります。これに今そのガラスフィルムを貼っていますが、ガラスフィルムって iPhone のこのサイズでだいたい 10g とかあるんですよね。それがもう何
売なんだっていう話なので、そんなこともあって iPad Pro のね旧世代の 12.9 インチにガラスフィルムを貼っている状態でなかなか持ち運ぶ気になれませんでしたが、これはねもう全然いいかなっていう感じですね。でこのマジックキーボードとガラスフィルムペンシルのセットで重さを測ってみたらだいたい 1300g ぐらいでしたかね。これが Mac でいうとだいたい MacBook Air ぐらいです。 MacBook Air よりはちょっと重くなってしまうのかなっていうところはあるんですが、だいたい重さ的には MacBook Air なんですよね。まあ、そう考えると確かに持ち歩けるよなと。マジックキーボードと大きいサイズの iPad って私のイメージからすると持ち運びはちょっとなっていう激重なイメージだったんですが、確かに持ってみるとねなかなか軽やかなんですよね、 Air の方は。で現行の機種でいうとこれの13インチがあるんですけど、こっちはねもっと軽いらしいんですよ。今って iPad Pro の13インチより iPad Air の13インチの方が重いっていう、 Air とはっていう状況になってるんですけど、なので M4 iPad Pro の軽さばっかり結構ね注目されるポイントではあるんですけど、 iPad Air もね 12.9 インチ回の中では結構軽くなってるんですよ。ここはぜひお伝えしたいですね。はい、という感じで主にこのアスペクト比とサイズ感、作業領域のところでかなり長めにお話ししたんですが、やっぱり一番はそこかなと思っていて、性能的にはねもちろん私最新の iPad Pro を持ってますからこっちには及ばないんですが、まあやっぱりねでかいは正義というか、私自宅だとこの11インチ iPad は32インチのディスプレイにつないでいますし、出先でもね割と AR グラスとかで使うことが多いんですが、やっぱりね大きな画面っていうのはもう物理で殴ってくるというか、どんなにコンパクトで持ち運びやすくなってもね、いざ開いて使ってみると大きな画面はいいなというところでしたね。はい、そんなところなんですが、もちろん性能面でもこの M2 iPad Air はさすが最新モデルだけあってかなりいいなと思っていて、まず値段のところで言うとこれ結構安いんですよね。 M4 iPad Pro の13インチって一番安いモデルでも21万円とかするんですよ。一方で iPad Air は最低価格だと13万円12万円とかですかね、そのぐらいで、ストレージを iPad Pro の一番下のモデル 256GB に合わせると17万円とかなんですね。なので iPad Pro よりも4万円近く安いと。にもかかわらず M2 チップを搭載してるんですよね。なので性能的にも申し分ないなと。さっきお見せしたステージマネージャーでいくつかウィンドウを立ち上げても全然動いてくれますし、私が以前使っていた M1 の方の iPad Pro と比べても外部ディスプレイに接続して使った時とか動画編集の最中なんかのスムーズさっていうのは全然違うなと思いましたね。ただもちろんこの最新の iPad Pro と比べると性能で言ったらかなり劣るかなっていう部分があって、でまずは指標としてベンチマーク、アンツツベンチマークのスコアをお伝えすると、 iPad Pro M4 モデルが270万点くらいあるんですよね。タブレットとしてはやりすぎなぐらいだなと思うんですが、一方で M2 の iPad Air は170万点台でしたね。もちろん iPhone とか iPad mini なんかと比べると全然いいんですけれども、 iPad Pro とはやっぱり大きな差があるよなと。iPad Pro は M4 チップなので2世代違いますし、私の場合はメモリも 16GB なんですよね。 iPad Air は 16GB の選択肢っていうのはなくて半分の 8GB になってくるので、そのあたりで差は大きいのかなと思いましたが、にしてもね普通に使っていく中で全然問題はないと思います。私がいつも使っているダビンチリゾルブっていうソフトで 4K の編集もしてみたんですが、ほぼ編集中の動作に関しては M4 iPad Pro も M2 iPad Air も遜色ないかなと。私がそんなに重たい編集をやらないっていうのもあって、全然どちらも不足なくできるかなという感じでした。ただしエンコード動画の書き出しに関しては全く違うところがあって、これが以前動画でもお話ししたんですが iPad Air M2 モデルを買う上の注意点なんですよね。この M2 チップって実は1世代前の iPad Pro、 これの1個前の iPad Pro にも搭載されていて、この iPad Air M2 チップが載っているので1世代前の iPad Pro と並んだみたいな言われ方をすることもあるんですけど、実際にはここに積まれている M2 チップっていうのは iPad Pro に載っていた M2 チップとは差があるんですよね。まずはさっきのメモリで言うと、この iPad Air は 1TB まで今回からストレージを上げることができますが、 iPad Pro と違って大きな容量のモデルを選んでもメモリっていうのは上がらないです。全部のモデルで 8GB メモリになっています。あとは GPU コア数も一つ少ないんですかね。これ発売当初はどっちも8コア CPU 10コア GPU、まあ、確かに前の M2 モデルと並んだなっていう感じだったんですが、発売後にねなんか9コア GPU に変えられてたんですよね。まあ、多分記載ミスだったと思うんですけど、そんな感じで GPU コア数も一つ減っています。まあ、ここに関してはねそんなに大きな差じゃないと思うんですけど、次が一番違う部分で、それがメディアエンコードエンジンのあるなしなんですね。特に iPad で動画編集をしたいという、例えばダビンチリゾルブとかレマフュージョンとかですかね、そのあたりを使ってがっつりと iPad を使って動画編集をしたいんであれば、このエンコードエンジンっていうのがかなり重要になってきます。ここでどんな差が出てくるのかというと、まあ、動画編集で
言ったら書き出しとかですよね。例えば私がダヴィンチリゾルブで 4K 動画を書き出すとめちゃめちゃ差が出ちゃうんですよね。書き出しの時間で言うとね、もう3倍ぐらい違うかなっていう印象でした。もちろん使っている形式にもよりますけどね。特にダヴィンチリゾルブだと書き出し中に落ちちゃうっていうことも頻発しましたね。でこれね、私 M1 の iPad Air を使っていた頃にはそんなになかった印象なので、もしかしたらアプリの問題なのかもしれないですが、2倍から3倍ぐらい時間をかけた挙句アプリが落ちちゃうみたいなね、そんなことが起こっていて、どうなんでしょう。例えばルマフュージョンあたりの別のアプリを使えば書き出し自体は問題なくできるかもしれませんが、そのあたり比較対象として、ね、同じ M2 チップなので、前のモデルの iPad Pro にしようか、こっちの13インチ iPad Air にしようかって悩んでいる方も多いと思うんですが、もし動画の編集をねやりたいという方がいらっしゃったら、同じ M2 チップだし軽いし安いしで、この iPad Air ね、いいなと思う方もいるかもしれないんですが、ここに関しては多分 M2 iPad Pro、 1個前の iPad Pro の方が全然快適だと思います。ただね、動画の編集って多分ほとんどの人がパソコンでやってるんじゃないかなと思いますし、 iPad の用途としてもそこまで負荷をゴリゴリにかけながら使うっていう人って少ないと思うんですよね。とはいえ、今までって大きな画面の iPad が欲しければ iPad Pro を買うしかなかったんですよ。そう考えると、この iPad Air 13インチってめちゃめちゃいいところをついてるし、ほとんどの人が満足できる素晴らしいデバイスだなと思いましたね。はい、で続いて、これはまあ余談になってくるんですが、今回ね、私中古で購入しているので、選べるモデルっていうのもまあ在庫任せというか、自分の好きなスペックを選べたわけではないんですよ。なので普段は私 iPad って Wi-Fi モデルを買うことが多いんですけど、今回ねこんな感じでアンテナ線が入っているセルラーモデルを購入しています。でセルラーモデルが手に入ったのでね、せっかくなので eSIM を入れて使ってみようということで、この M2 iPad Air って物理 SIM スロットがなくて、わざわざ eSIM を別途用意しなきゃいけなくて、そこはちょっと面倒かなと思ったんですけど、セルラーモデルとしてね使ってみたんですが、これもねやっぱりセルラーはあるに越したことがないですね。まあもちろん安いので Wi-Fi モデルを買ってスマートフォンからテザリングをして使うような、そんな運用がほとんどだったんですけど、今回ねセルラーモデルに SIM を入れて使ってみましたが、めちゃめちゃ便利でしたと。例えば出先で席を確保しても、開いた瞬間にネットに接続されているわけで、ここからねスマホへのテザリングのことを気にすることもなく、公共の Wi-Fi のパスワードを探すこともなく、すぐにインターネットにアクセスできるので、これはねやっぱりめちゃめちゃ便利だなと思いましたね。まあ、本体の価格とそれから通信費もありますけどね、そのあたりが払える人はもうセルラーを買えば間違いないなと。もしいらないんであれば、接続をしなければ Wi-Fi モデルとして使えるので、あるに越したことはないよねと思いましたね。使っていく中で一番いいなと思ったのが、行く場所を気にしなくていいんですよ。ここ Wi-Fi あるかなとか、あのお店の Wi-Fi 遅いしなとか、そういうことを一切考えなくていいんですよね。私基本的に家で使うことがほとんどですけど、やっぱりね出かけるとその辺ってめちゃめちゃ食ってわけじゃないんですけど、気にはするじゃないですか。テザリングをするにしてもね、スマホのバッテリーが減っていきますし、そんなところでどうでしょう、頻繁にまあカフェとかでねお仕事する人とかね、あとは出張が多い人なんかは、やっぱりセルラーモデルがおすすめかなと思いますね。はい、じゃあ最後にこの M2 iPad Air ですね、悪いところはなかったのか、さっき言ったような性能面の差っていうのはね、プロとエアの違いになってくるので、あとは処理性能だけじゃなくてリフレッシュレートの違いとかもあるじゃないですか。私あんまり気になってないですけど、 iPad Air って 60Hz のディスプレイなので、最近のスマホとかねタブレットに比べると低いリフレッシュレートなんですよね。そこはいまいちに思う人も多いんじゃないかなと思います。私の場合は普段使ってる外部ディスプレイが 60Hz までなので、そんなに使っていて違和感はないんですが、ここはね気になる人も多いんじゃないかなと思います。ただ私がそれ以上に気になったのが、 iPad Air ってフラッシュがついてないんですよね。フラッシュでいうと iPad Pro はもちろんついていますし、 iPhone もねカメラが重要なのでついています。で無印 iPad 第10世代にもフラッシュがなくて、 iPad Air にもフラッシュがないわけですけど、 iPad mini はねフラッシュあるんですよ。 iPad Air にはつけてくれないのかっていうのがちょっとね気になるっていうか、 iPad はね写真というか、どちらかといえば資料のスキャンとかに使うじゃないですか。そういうところで書類をこうパシャリと撮るときに、影を飛ばしてくれたりするので、フラッシュって結構私は使うんですよね。これはねつけてくれてもいいんじゃないかなと思いましたね。 iPad mini と iPad Air はね値段もこっちの方が高いし、こっちの方が高性能なのに、ちょっと納得いかないなと思ったりはしますね。まあ細かい部分ではあるんですが、であとはちょっと気になったのが、慣れの問題とかいろいろあると思うんですけど、 iPad Air はロック解除がタッチ ID なんですよね。13インチの大きな画面プラスこの iPad Air 形式の電源ボタンについているタッチ ID っていう組み合わせ、これ今回の M2 iPad が初めてなんですけど、これはねちょっと遠いです。画面が大きいので使っていて、さあロック解除だこの位置っていうのは遠いなって思いますね。タブレット的に手で持って使う時も、ちょっと指を伸ばしても一歩先に行かないと届かないみたいな、そういう感じですし、こうマジックキーボードにつけて使う場合も、解除しようと思ったら
ちょっと遠いなっていうのが、これ地味にストレスですね。まあ慣れの問題なのでね、私まだ1ヶ月ぐらいしか使ってないですけど、長期使っていけばこの位置っていうのも馴染んでくるのかななんて思ったりはしますが、どうなんでしょうか。はい、というわけで以上となります。今回は13インチの iPad Air ですね。ちょっと訳あって手に入れたので、普段11インチの iPad Pro、 M4 iPad Pro を使っている私がしばらく使ってみた感想をお伝えしました。いや、これね、結構気に入りましたね。やっぱりね、この画面のアスペクト比、それから大きなサイズ、とてもいいですよね。まあ、コンパクト重視っていう意味でね、11インチ iPad Pro も気に入ってはいるんですけど、まあ、ちょっとね、13インチも気になっちゃうよなと思ってますね。 iPad Pro の13インチはもっと軽いですし、やっぱり動画編集が私のメインの用途になってくるので、メディアエンジンの関係でね、これだとちょっときつかったので、まあ、13インチ欲しいななんて思ってしまいました。最近ね、あんまり Mac 使わないぐらい iPad でいろいろとこなしているので、だったら13インチ買ってもいいんじゃないって思っちゃったりはします。ただね、めちゃめちゃ高いので、おいそれと手を出せるもんではないですけど、まあ、ゆくゆくは考えたいななんて思ってますね。まあ、ただやっぱり難しいところで、このコンパクトかつね、高性能っていうのもいいところがたくさんあって、そうこうしているうちにね、どんどんなんか手持ちの iPad が増えていくんですよね。はい、そんな感じで以上となります。このチャンネルではこんな感じで Apple 製品やガジェットの話をよくしておりますので、よければ他の動画もチェックしてみてください。それと今回の動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録やグッドボタンで応援のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。メルルーサマルオコでした。バイバイ。